統計は受験に関係ないって思っていることでしょうねでもビジネスや科学の世界では重要視されることが多いしっかり勉強して損になることはありませんこの章では統計の面白さを将棋を使ってみていきます驚くべき事実が最後に示されるので皆さんびっくりしないでくださいねえっと最後のお話はですねこの。 えっと、新体系高校数学の教科書の下巻に書きました統計のの応用の話です多くの高校生はですね統計って聞くとですねあそれはもう入試に関係ないまず出ないから勉強しないでいい高校生から見るとそういう内容かと思います。しかし今度は社会人の立場から考えるとですね統計っていうものは非常に重要な内容になります。でしたがって 社会人になってから統計を一から必死になって学ぶっていう。ビジネスマン、の O. L. の方々は非常に多いです。で、その統計の応用に関する話を。高校数学としての内容でカバーできる面白い。話題をこれから話したいと思います。で。皆様、あの将棋とか囲碁とか五目並べっていうのは、あの。どっかで、あの、見たりやったりしたことがあるかと思いますが。将棋は。 まあ普通考えるとやっぱり先手の方が先に駒を動かせるわけですから先手の方が有利だと思いますで実際ですね日本将棋連盟の1967年から2007年度のプロ公式戦では後手が勝ち越した年は一度もなくですね全8万61局の戦績では先手の勝率が5割2分6厘であったと。 曲のです、ね、約8万局の戦績ではですね先手の勝率が5割2分6厘だから52.6%だから後手の勝率は1から0.526を引いて0.474すなわち後手は47.4%ぐらいのゲームだっていうわけです。でそれがですねこの2008年に行われた2,340曲でで 手手の勝勝率がが割3厘と初めて後手が勝ち越したとだからこの2008年度の2,340局で行われたこの対局は非常にそのなんか不思議な現象が起こったとじゃあ一体何があったかとそれを分析すると同時にですねじゃあ一体そういうふうになるような確率ってのはどのくらいかということをまず数学の立場から考えてみようっていうわけです。でそれはどのよううに考えるかっていうと 1967年から2007年までのこの先手の勝率だすなわち先手が5割2分6人だから後手が4割7分4輪その4割7分4輪すなわち47.4%の勝率のゲームがあったと考えるわけです。それを2340回行ったと5割以上勝つ確率を考えてみようとそうするとおそらくあそんなの,あの結構。 あの30パーセントか40パーセントがあれしないかなっていうことを普通の人は考えるかもしれませんで、ところがこれ大切なのはこの2340回っていうこの回数なんですこのこれだけのたくさんの回数を行って47.4パーセントの勝率のゲームが50パーセント以上勝つ確率だとこれがもう23回とか30回とかそういう少ない回数だったらそれはもう5割近く数字がいきます で、しかしこれが2340回です。さて、じゃあそれをどのように考えるかというと次のように考えます。確率変数 X を2340回中のかつ回数とするとその確率分布は二項分布 B2340、0.474となるっていうこの意味はですね、こういうことなんです。例えば4回投げたとします。コインっていうのは表の出る確率が二分の一です。 コインを4回投げた、この B の4に4回コインを投げたそれで表の出る確率が1/2そうするとですねコインは表の出る確率が0回1回2回3回4回ってこういうふうに考えられるわけです。でコインが0回の表が0回っていうことはす,すなわちすべて裏の 出る確率っていうのは、これは16分の1ですね。この確率は16分の1。でじゃあここの4分四回出る確率これも16分の1ですね。でじゃあそれではじゃあ今度コインが4回投げた時の1回表の出る確率っていうのはこれはどれだけかと。そうすると、これは、 1>, 1回目2回目3回目4回目このうちのどれかが、ねあのー、表であと裏だっていうことになるわけですだからお表の位置が4通りあるわけですだからそ,そういうことからこれは16分の4ということがわかりますこれも16分の4ということがで,すでこれが16分の、えー、6っていうことがわかります。だからすなわち、この コインを4回投げたときにこの表の出る回数が0は16分の1表の出る回数が1が16分の42が16分の63が16分の44が16分の1とこうになります。でそうするとここでも持ってですねこれをグラフに書いてみるとまあ16分の116分の4 これがだんだんこうやって大きくなってくる。で、これが一番大きくなって、そして、これが少なくなって。あの、これがまあ、また十六分と引くなる。で、こういうものが、b ーの四二、あの、ビ四のカンマの二分の一と、こういう。二項分布というものです。で、それと同じように考えるわけです。この。 B の2340の0.474というのは要するに2008年に行われた2340回の対局ですが2340回試合を行ったとその1回についての勝率が0.474だとでそうすると今度これをグラフに書くとですねどのようなものになるかっていうと大体興奮になるっていうことが想像できると思います。で当然こここの、ね、一番端がこれはもう0回しか あの勝たたたなかっっと。で勝った回数ですね2000で。こっちはもう2340回全部勝ったとだからこれはもうほとんどゼロにもの限りなく近い数値なわけですね。それは0.474を2340乗するわけです限りなくゼロに近いわけですね。だけど要するにこういったとりあえずそのグラフを考えられるわけです。でこういったグラフを考える時にそのどういうことをするかっていうとですねこの いわゆるその正規分布っていうグラフを利用して考えます。